This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。8月に上級安全保障研究コースが実施されます。 HID が今年のセキュリティレポートを発表しました。エビ養殖のためのインテリジェントシステムアクアグローが導入されています。タイ政府観光庁は国内観光を奨励しています。それではまず初めのニュースです。8月に上級安全保障研究コースが実施されます。空軍のソン・イット最高司令官はチャノン最高司令官代理、ヒティチャイ大将、シェイクサワン参謀総長とともにアジア太平洋安全保障研究センターを訪れ、退役軍人ピート所長や教員らから歓迎を受けました。ソン・ウィット空軍最高司令官らは、安全保障上の重要課題、安全保障に関する学術協力、研究センターと防衛研究所の人事、専門家の交流などについて協議を行いました。これは今年8月5日から9日にかけ、タイで開催される上級安全保障研究コースの実施に向けての準備となりました。アジア太平洋安全保障研究センターは、アメリカ国防省のもと1995年に設立されました。アジア太平洋地域の安全保障を強化するために設立された5つの施設のうちの1つとなっています。最高司令官ら一行はアメリカ軍の司令官とともに真珠湾も視察し、インド太平洋艦隊司令官の歓迎を受け、真珠湾攻撃で沈没した戦艦アリゾナの艦内を訪問しました。ソン・ウィット最高司令官らは、真珠湾攻撃で亡くなったアメリカ海軍への敬意と追悼の意を表すため、献花を行い、黙祷を捧げました。次のニュースです。HID が今年のセキュリティレポートを発表しました。本人認証に関するソリューション分野の大手企業 HID が、2024年のセキュリティ産業の調査結果を報告しました。これは世界11カ国以上の産業からパートナー社、エンドユーザー、セキュリティ、IT 担当者など2600人に対して実施した調査結果を分析したものです。報告によりますと、回答者の8割がモバイル ID が5年以内には当たり前になると指摘しています。モバイル機器の普及により ID のモバイル化が加速しており、回答者の 80% が所属する組織でモバイル ID の運用を開始すると答えています。また9割近くが5年以内には導入がさらに拡大するとの見通しを示しています。生体情報など認証要素のうち複数を組み合わせて認証する多要素認証では 83% がすでに導入済みだと回答しています。報告では多要素認証の普及に伴いパスワードによる認証が減り、フィッシングなどに強い認証の選択肢への道が開かれるだろうと見ています。ビジネス上の優先度が高い項目についての質問では、回答者の多くが持続可能性がビジネス上の意思決定における大きな要素だと答えています。さらに回答者の 74% が過去1年間で持続可能性の重要性がさらに高まったと回答しており、
80% が顧客の間でも重要性が高まっていると報告しています。エネルギー使用量を最小限に抑え、廃棄物を削減し、資源の再利用を最適化するソリューションなどが引き続き重視されると見ています。次に生体認証については勢いを増していると回答しています。今年の調査では設置業者と物流事業者の 39% が顧客が指紋や消耗を使っていると回答し、顔認証を使用しているのは 30% でした。生体認証導入は今後1年間に何らかの形で導入を計画しているのは 8%、 今後3年から5年以内に計画しているのは 12% となっています。このほか回答者の半数近くがクラウドベースの ID 管理に移行しており、 24% がすでに導入、さらに 24% が導入中だと答えています。しかし予算不足が 24%、 優先事項ではないが 21% と、導入までにはいくつかの問題に直面していることが分かっています。また人工知能の台頭はビジネス環境を変えるとし、セキュリティの専門家は AI の分析機能を ID 管理を強化するための有力な手段と考えています。回答者の 35% が今後3年から5年の間に何らかの AI 機能を試験または導入すると回答しており、15% はすでに人工知能対応の生体認証を導入していると回答しています。次のニュースです。エビ養殖のためのインテリジェントシステムアクアグローが導入されています。タイは2010年世界第1位のエビ輸出国でしたが、早期死亡症候群というエビの病気が発症し、エビの生産量が半分以下になり、拡大傾向にあったエビの輸出が2012年以降減少し、莫大な経済的損失を被りました。現在、エビの養殖は慎重に進められていますが、再びエビの病気が流行するかわからない状況となっています。伝染病の監視に加え、エビは酸素の量、水質、水中のバクテリアの種類など、環境の変化に非常に敏感な生き物です。エビの養殖業者は様々な状況の変化をタイムリーに知り、エビの成長と健康に影響を与えないよう問題を予防し、対策を実施したいとしています。これらの重要な情報をチェックするのに、しばしば長い時間がかかることもあり、時にはすでに手遅れになってしまう場合もあります。そこで研究チームは養殖における水質管理を支援するインテリジェントシステムとしてアクアグローを開発しました。このシステムは水質管理システム、化学物質量測定装置、細菌増殖判定装置の3つからなり、データはすべてリアルタイムに記録データ収集されます。重要なのは収集されたデータを分析して即時に報告を出すことができることです。アクアグローはこれはリアルタイムのエビ養殖管理プラットフォームで、タイの研究者による技術開発によりタイで初めて導入されています。基本的な水質を評価し、養殖場の状態を即座に調整するためのアドバイスも提供されます。ユーザーはスマートフォンを通じていつでもどこからでも情報を閲覧し、養殖場を管理することができます。アクアグローシステムは他の産業分野でも利用することができます。食品製造工場や加工工場など、水質をチェックする必要があるところであれば利用が可能です。エビ養殖業は年間100億バーツ以上の収入を国にもたらす産業であり、現在全国には2万箇所の養殖場があります。そのためアクアグローは養殖業者が品質を効率よく監視するための重要なツールで、農産物のロスを減らしていきます。良質なエビの生産量を増やすことは、タイを世界市場における主要生産国、輸出国へと成長させます。次のニュースです。タイ政府観光庁は国内観光を奨励しています。タイ政府観光庁は第二四半期に国内観光を活性化するため、タイ旅行ですぐ幸せにキャンペーンを実施しています。即効性のある幸せを創出することで、国内観光のトレンドを刺激します。パタニー総裁は、国内観光市場を活性化させる政府の方針について、
観光からの収入は経済を刺激し、雇用を創出すると強調しました。マーケティング推進機関として、タイ政府観光庁によって多くの人々に収入を分配することができる重要なメカニズムであると述べています。今年の観光振興計画に従って、価値あるバランスの取れた持続可能な方法で国内観光を促し、タイ観光の回復を加速させたいとしています。主要な観光都市と第二観光都市の両方があらゆるターゲットグループのニーズに応えることができると確信しています。価値ある有意義な旅行体験を提供することで、責任ある観光の意識を高めていく方針です。国内旅行推奨キャンペーン、タイ旅行ですぐに幸せは、最近の観光客マーケティングから計画されています。仕事などのストレスや様々な圧力から観光客を解放していきます。パタニー総裁は、観光は即効性のある幸福を生み出す最良の方法であるというコンセプトに従い、このキャンペーンが国内旅行を刺激するのに役立つと確信しています。政府は、今年の観光収入を3兆バーツ、このうち外国人観光客からの観光収入が1兆9200億バーツ、国内観光からの収入が1兆800億バーツを目標に掲げています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さよなら。กลางฝนกระหน่ำได้เพียงมองผ่านน้ำตาอยู่ใต้ฟ้าที่ดูเป็นสีดำไม่เห็นแสงใดส่องทางให้ฉันก้าวไปแล้วเธอก็มาทำให้แมกหมอกจางหายの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.